千岩峠。千岩峠は、岩手県岩手郡井市町と秋田県仙北市を結ぶ大宇山無役の峠である。標高は895メートルで、国道46号千岩トンネル直上の両線部に位置する。また、標高835メートルにある国道46号急道の峠を指すこともある。江戸時代、森岡と秋田を結ぶ道は、秋田街道。 秋田往来、南部街道、国見越えなどと呼ばれ、大羽山脈を越える峠は、国見峠、西保内峠、沿保内峠、南部峠などと呼ばれていた。この峠は、笹森山の南両線上にある標高940メートルの小ピークであり、的方、的方、後の千岸峠からは両線をたどって北西へ、約2.5キロメートル離れた位置にある。峠付近は、 森岡藩と久保田藩、秋田藩の藩境であり、18年間にわたって藩境争いの場となったが、百6 3 3年、寛永10年に江戸幕府の裁定で、国見峠と的方の間の峰切れ、日屋方、標高835メートルにある高層湿原が藩境と定められた。森岡藩は、橋場、雫石町に、久保田藩は、西方内、 千木氏に、それぞれ石章を設けた。1868年8月には、母親戦争の一つ、秋田戦争の舞台となった。森岡藩は、日屋方付近に、神馬を設けて、拠点とし、久保田藩を攻撃した。1872年、明治5年、雫石村の上野弁吉による、国見峠道改良計画が、秋田、岩手両県に請願される。 1875年、明治8年、秋田、岩手両県合議の上、内務省の許可を得て、国見峠の県道の改修工事を行った。岩手側は、橋場の坂本川べりから通路を作り、半世紀の街道より、奥の沢筋に進み山腹から尾根に向かい的方に出て、秋田側は、山腹から、堀、木沢を通り方説に至った。半世紀の街道とは異なり、 山腹や沢筋を通る馬車による通行が可能な間斜面の道路で、同年10月までに完成したとされるが、その後何度か改修が行われている。明治新道は、国見峠を通らなくなったため、的方が最高所となった。1876年、明治9年3月30日付の大上官布告にて、秋田県仙北軍と岩手県岩手軍を結ぶことから、 双方より地を取って、千岩峠と命名された。命名者は、同年に当地を視察した、大久保利道だとされる。1882年、明治15年、岩手県側の道は、県道一等に指定された。1902年、明治35年、秋田県側の改修が着手されたが、日露戦争により工事は中止された。1九0年、明治四十年、 再開され、西保内村西南の玄田坂まで完成した。しかし、東北本線、大宇本線、横黒線、現在の北上線の開通により、物流が鉄道主体となると、道路交通は衰退し、交通量が激減した道は廃道化して、旧国道の開通まで地図上だけの道となった。1951年、昭和26年、 自動車の通行を可能にするための大規模改修を前提として、仙岸峠越えの道が二級国道105号は北森岡線に指定された。1957年昭和32年から工事が開始され、1963年昭和38年7月に開通した。前年の1962年昭和37年4月には一級国道46号。 別名、南八幡体パークラインへ昇格している。この道は、明治道を踏襲せずにほぼ全区間で振動が改作され、岩手側の橋場から流線沿いを通り、峰切れを最高所として、秋田側へ下る道筋となった。このため千岸峠をも通らなくなったが、峰切れを千岸峠あるいは新千岸峠と称することがあり。 日や方のほとりに国道線岩峠貫通記念碑が設置されている。物流、観光の機関として開通した国道だったが、特に秋田県側は急カーブの続く厳しい峠越えの道であり、うっきには崖崩れが多発し、また冬季は積雪のため半年間にわたって通行止めになるよう、ありさまで実際には幹線国道としての用を果たせなかった。 このため開通間もない1967年、昭和42年には早くも振動解策のための現地調査が開始され、1970年、昭和45年から建設省直轄事業として工事が開始された。仙岩峠周辺の地質は、西保内層、国未層といわれる脆弱な混合層の不安定岩室であるため工事は難航したが、1976年、 昭和51年10月に、千岩峠の真下を通る千岩トンネル経由のバイパスである千岩道路が開通した。わずか14年で放棄されてしまった旧道は、岩手県側の新道分岐点から国務温泉入り口までは、岩手県道266号国務温泉線として再利用されているものの、岩手県側の残り区間、雫石町道国三日屋線及び、 秋田県側の全区間、仙北市道仙岩峠線は閉鎖された。閉鎖区間では2000年以降になって、大規模な崩落、福音の大部分を消失する路盤欠損があり、岩手県側と秋田県側を行き来することは困難になっているが、送電線管理などの業務用車両を通すため、崩落区間を除き最低限の整備は行われている。 仙岸道路にある全長二千五百四十四メートルの道路トンネル。九百七十五年完成。岩手県川高校は北上川水系流線上流部、標高五百七十メートル付近。秋田県川高校は小物川水系大平沢上流部、標高五百三十メートル付近。二千十二年十二月二日に起きた笹子トンネル天井板落下事故に伴い、 笹子トンネルと同構造の天井板が設置されている本トンネルも緊急点検の対象となった。国土交通省の発表によると、釣り金具が約2500本中1本欠落、両端子示金具が約2500本中2本欠落、天井板約1万3000枚中7枚に劣化が見つかったため、即時補充、または応急処置された。 2013年11月11日から12月10日にかけて天井板の撤去工事が2014年3月21日から27日にかけてジェットファン取り付け工事がいずれも夜間全面通行止めの上で行われる。JR 東日本田沢湖線、秋田新幹線の内ち沢信号場、岩手県都市戸内信号場。 秋田県間にある全長3915メートルの鉄道トンネル。岩手県側高校は北上川水系大地の沢上流部、標高390メートル付近。秋田県側高校は小物川水系おぼない川上流部、標高365メートル付近。トンネル内にある岩手、秋田県境が JR 東日本盛岡支社と秋田支社の支社境となっており、 同線を走行する普通列車の前面からも死者境標識を確認できる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。